十二月九日、日本株投資戦略レポートをお届けします。今日のタイトルをご覧ください。ハゲタカブーム復活クエスチョンマーク。大手不動産株銘柄選びのポイントは、実質 PBR。と、えー、だいぶ聞き慣れない言葉が随分並んでしまったと思うんですけども、どういうことか、ちょっと簡単に言いますと。 最近不動産の値上がりが続き保有不動産に含み益があって買収価値から割安な株が増えているというお話です最近めっきり話題になることが少なくなった含み資産株の話です2005年にですねハゲタカファンド、まあ、買収ファンドですねが大活躍して話題になったことがありましたそういった ハゲタカファンドが狙った銘柄というのは資産価値から見て株が非常に安くなっているという銘柄を狙いましたところが2006年以降ハゲタカファンドは日本からほとんど撤退しましたこういったファンドがなくなったために含み資産から見て割安な銘柄が今日本に非常に増えているんですけれどもそういったところに 敵対的買収を仕掛ける買い手がいなくなりました。その結果純資産価値と比較して割安と分かっていても買われることのなくなっている銘柄が増えているというのが足元の現状です。では、まずあのちょっとデータを見ていきたいんですけれども、こちらはえ幹商事が発表している東京都心部5区のですね。オフィスビルの賃料と空室率のえ推移です。 えー、見ていただければわかるんですけれども、えー、まずあの平均賃料の方をご覧ください平均賃料は2004年から2008年にかけて、えー、上がり続けていますこれは、えー、不動産ミニバブルと言われる上昇です空室率を見ていただければ2004年から2008年にかけて、えー、下がっていますところがそこで、えー、バブルが はじけまして不動産価格は急落しました賃料も大きく下がりました空室率は上がりましたそれで2013年以降を見ていただきたいんですがまた平均賃料がずっと上がってきています空室率は下がり続けています今またオフィスビルは需給が逼迫し 不動産ブームが再来している状況ですこちらは賃貸不動産にある含み益が大きい上位4社の含み益の金額がどう推移してきたかを表しています三菱辞書をご覧ください含み益の金額がトップですが2013年3月期には 2兆円強しか、えー、含み益がなかったんですが現在は3兆8億円程度の含み益がありますなおあの含み益って念のためにあの説明しますと仮に100億円で買った不動産が120億円に値上がっていたとすればそのまま保有している場合帳簿価格では100億円なんですが。 実際の価値は百二十億円ある。こういう状態の時に二十億円の含み益があると言います。そういった賃貸不動産の含み益が三菱自社でいうと三兆八千億円ぐらいあるという状況です。上位四社を見ていただけばわかるんですが、不動産ブームですので含み益の金額が年々増えているという状況がわかります。では不動産株の動きがどうなっているかを見てください。 先ほどお話ししましたように2008年にかけて不動産ミニバブルがあったんですが不動産株はそれに折り込んで年にかけて急凍して急しいますねその後ミニバブル崩壊によって不動産株は急落しましまで2013年からまた不動産ブームが復活しているんですが当初不動産株は大きく上がったんですが。 2013年以降ご覧いただければわかるように株価が上がらなくなってきています賃貸不動産の含み益がどんどん増えていて業績は最高期を更新してるんですが不動産株の株価は上がらなくなっているというのが現状ですその結果買収価値から見て割安な銘柄が増えているというわけです PBR0.5 倍というようなことを言ってもちょっと意味が分からないかもしれないのでイメージ図でお示ししていますこちらバランスシートと株式時価総額で PBR0.5 倍というもののイメージ図を作っていますバランスシート一般的に企業は資産を保有していますその資産を保有するために、えー、負債借金ですね あと純資産資本ですねこういったものでお金を調達していますで、通常ですと純資産資本の価値よりも株式時価総額は大きくなるのが普通ですところが買収価値の高い銘柄という場合はその資本の価値よりも株式時価総額が小さくなってきてしまっているという状態のものです でここで示しているのは PBR0.5 倍、つまり純資産、資本の価値よりも株式時価総額が50%しかないという状態ですね。もし株式時価総額すべて現在の時価で買い取れるとすると、資本の価値の半分の価格で会社の所有権を100%取れてしまうということになるわけです。 こういう状態を買収価値が高いというふうに言っていますそれでは賃貸不動産の時価総額が大きい上位四社を見てみましょう含み益と書いてあるのは2019年3月末時点の含み益です PBR というのは現在の資本の帳簿上の価値に対して株式の時価総額が何倍になっているかというものですが まあこうして見ますと三菱地所は1.56倍三井不動産で1.09倍とまあ1倍を割れていないんですが実質 PBR というところをご覧くださいこれは含み益ですね不動産の含み益これをーの70%を自己資本に加えて計算し直した PBR です実質 PBR といいますがこれで見ると0.62倍。 0.63倍というふうに上位の不動産3社でいいますと含み益の70%を自己資本に足すということですけれども何で70%かというと、えー、まあ実際はありえないんですけれども保有している賃貸不動産を全て時価で売却した場合 税金が約30%ぐらいかかると想定されますので自己資本が含み益の70相当額増ええるると考えられるわけです実際に不動産を売却することはないですが資本の価値がどれぐらいあるかということを見るときに含み益の70%を自己資本に加えるというやり方が一般的です。 これで見ると実質 PBR が三菱自所、三井不動産住友不動産では0.6倍ぐらいということで、えー、まあ過去含み益の7割を自己資本に加えて計算した実質 PBR で 上位のこのこういった不動産銘柄は実質 PBR で1倍前後で評価されていたことが多いので、ま現在の株価は割安というふうに言っていいというふうに思います。ただあの PBR の低い銘柄には往々にして財務内容が悪かったり業績が問題だぶ組だったりする銘柄が多いのですが、ここに出ている4社はいずれも 今期2020年3月期に会社予想ベースで純利益で最高益を更新する見通しということで業績は好調です財務内容も良好です財務が良好で業績が好調という中でこの実質 PBR というのは低いというふうに言っていいと思います。というふうに申し上げましたが。 最近少しだけこういった純資産価値から見て非常に安い銘柄をに敵対的買収を仕掛ける動きも出ていますこれはあのユニゾホールディングスの株価推移ですユニゾホールディングスはホテルを中心とした不動産会社ですが業績はまあそこそこ堅調でそれで 二千十九年の七月時点では、えー、実質 PBR で零点三ゼロ倍という割安な株価でした。この会社は、賃貸不動産の含み益が一千三百六十三億円ございますので、これの七割を自己資本に加えて計算した。実質 PBR で零点三ゼロ倍というところです。ここに。 敵対的買収を仕掛ける動きが出て複数のファンドから敵対的買収がかかり現在も買収の途中ですけれども株価は2倍以上に上がりました2倍以上に上にがりましたけれども現在でも実質 PBR は0.8倍前後ということでまだ割安というふうに言っていいというふうに思います。まあ、こうういいいった敵対的買収というのはは日本でで非常に珍しいんですが 現在不動産や倉庫株などに買収価値から見て割安な株が増えていますので、まあ、近い将来こういった買収が増えてくるという可能性もあるというふうに思います。以上です